どうも、こんにちは。ご覧の PC は、現在メインで使用中のゲーム専用で、B365M に RTX 3080搭載のマシンです。PC の配置を変更して、すぐ右側に設置したら、ゲーム中でもわかるくらいの温度の上昇があったので、チェックしたら、グラボとサイドパネルの隙間がなくて、酸欠状態だったので、こちらの PC ケースを、最安のドスパラで購入しました。わら、読み方はザルマンだと思ったら、メーカーページにジャルマンって書いてありました。わらわら。開けた時の段ボールの匂いは気になりませんでした。わら。現物がこちらです。見た感じだけで、裏配線側にかなり余裕があるように見て取れます。商品を購入するときに、裏配線側のスペースが気になりますが、ほとんど情報がないので不安でしたが、写真だけで余裕があるのが分かったので買っちゃいました。あとグラボの垂直配置ができるのも点数が高いです。わらわら。シラウドの中のストレージラックは、簡単に外すことができます。裏のネジを外してスライドさせると、ごっそり外れました。ラックは使わないので、これもいいね。裏配線側を測ってみました。30ミリもありました。裏配線で苦戦している私には、かなりの余裕があります。ガラスのサイドパネルは、スライドさせて外しますが、どこぞの PC ケースのように、ネジを緩めた瞬間に、ガタッと落ちることはありません。ご覧のように、鉄製のガイドがついていました。これはいいね。大型のグラボを支える VGA ホルダーが付属しています。垂直配置にするので、私には不要です。わら。3スロ分の垂直配置用のスペースがあります。トップは、最大360ミリの簡易水冷のラジエーターを取り付けられます。それでは入れ替えをします。140ミリのファンをテストのために取り付けてみました。ファンは120ミリと140ミリを腐るほど持っています。わらわら。動作確認用に HDD 用のアダプターをペリフェラルコネクターに改造したものです。これを使って購入したパーツの動作確認をしています。わら。このファンはサーマルテークの140ミリファンです。わら。マジャボをつけました。トップとマジャボの間に余裕があるので、簡易水冷の取り付けも苦労はないように見えます。簡易水冷以外のパーツを取り付けました。ライザーケーブルはこのケース用ではないので、グラボが浮いた状態になってます。問題はないか。わらわら。この後簡易水冷を取り付けました。わら。こんな感じで組み上がりました。サーマルテイクの LED ファンは LED に切れ目があったので、この後交換しました。わらわら。交換したのがこちらです。クーラーマスターの ARGB ファン 140mm に交換しました。組み上げてからの交換はかなり面倒でした。わら。フロントパネルのファンの固定には首下 35mm の通しボルトを前から入れてフランジナットで固定しました。 M3 のボルトナットを20セット購入しましたが、300円以下で買うことができました。わらわら。それでは失礼します。ご視聴ありがとうございました。